こんばんは、平井博明です。今回久しぶりにちゃんとした動画を撮っていきたいと思います。今回はですね、刻み方、ティーショットとかですね、まあセカンドショットでも刻む方いると思うんですけども、刻み方の動画をですね撮っていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。どういう内容かと言いますと、ドライバーで打つのが嫌で、ちょっとドライバーこのホール持ちたくないなという時に、例えばヘアウェイが狭かったりハザードがあったり、そういうホールでドライバー以外のクラブでよりヘアウェイヒットをさせるっていう目的で番手をこう落としてですね、打つことをよくまあ皆さん刻み、レイアップとか言うと思うんですけども、それってどういう決め事というかあります？なんか、ちなみに今ユーティリティ持ってますけど、じゃあドライバーとユーティリティでヘアウェイに行く確率ってどれぐらい違いますか？正直、刻むクラブに持ち替えた時に本当にヘアウェイ行きます？変わらない？変わらないですか？変わります？変わらないんだったらドライバーで打った方がいいですよ。ドライバーで打って絶対に OB に行っちゃうとか、池に入っちゃうとか、バンカーに入っちゃうっていうんだったら、もちろんそれは持っちゃダメですよね。左右の振れ幅、まっすぐは永遠セーフですよっていうんだったら、本当に番手を持ち帰っただけでまっすぐ行く確率がドライバーより良くなるのかどうかです。それがすごく重要なんですね、刻みって。それはロングのセカンドとか、届かないミドルホールのセカンドショットだったりもそうなんですけど、絶対に今持ってるクラブよりも新しく持ち替えた刻みのクラブの方が確率が高いんだったら刻むことをお勧めしますけども、正直そんな変わらないんだったらドライバー打った方がいいですよ。うん、それはなんで？やっぱアドバンテージがあるからね、距離の。あ、うん、同じ曲がり幅、同じヘアウェイ外すんでも、結局曲がるのは何打ったって曲がるわけだから。そうだね、うん、一番ティーアップの高さで当たる面が大きいクラブを多少短く持って普通のスイングした方が確率は高いと思う。あと、まあ、スイングに関して言いたいんだよ、言いたいんだけど、刻みのね、うん、スイングに関してはやめときます。人それぞれ刻むクラブだったりね、刻み方があるんで、ドローで刻む人もフェードで刻む人もローボールで刻む人とかもいるんで、まあ、それは後にします。はい、ただ本当にその、なんだろう、刻む考えとしてもちろん持ってていいんですけど、本当に確率の問題なんで、曲がる確率がどれぐらいあるのか、果たしてじゃあ曲げない打ち方を知ってるのかで、番手を持ち替えて本当に曲がらないのかの、この3つを確認してみてください。本当に別にパーセンテージなんとなく出したとして変わらないんだったらドライバーの方がいいです、絶対。でもそういう風に言うってことは、うん、俺でも変わんないって言いたいんでしょ？じゃないとこの動画撮んないでしょ。トラ君さすね。いやだってそうでしょ、そういうことなんでしょ。そう、やっぱりそうなの。そう、そういうものなの。うん、番手を落としたからってフェアウェイキープ率は変わんないの。あ、ほぼ、あ、ほとんど変わんない。てかほとんど変わんないって変わんないんだけど、何が変わるかって、うん、結局ラフから打つかヘアウェイから打つか、グリーンの止まり具合が変わるのね、うん、試合では。正直、うん、一般セッティングのグリーンで、うん、よっぽど仕上げてない限りは、うん、全然ラフからでも止まるからね。そうなんだ。そうだから、多少セミラフとか、うん、もうこんなラフじゃない限り、うん、普通のこれぐらいのラフだったら多少フライヤーするだけで、うん、止まりは変わらないからね。そう言ってたね、前も。そうだったら一番手でも短いクラブで、うん、ドライバーを振るんじゃなくて普通にドライバーを振って、うん、もうヘアウェイ目指して打ってた方が、うん、よっぽど乱れも少なくて、うん、結果は良くなるはず。ああ、そうなんだ、言ってたよね、うん、それね。だから、うん、もうラフもフェアウェイだもんね、うん、いっぱい営業だった。そう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 。全然全然。だから打てりゃどこでもいいんでしょ？どこでもいい。だからよくね、うん、朝一のティーショット当たらないから、刻むっていう人いたの。うん、で、俺は、ってなっちゃったんだけど、だから当たらないんだったら、うん、当たらなく打ってあげたらいいじゃない。うん、どういうこと？
当たらなく打つってどういうこと？当たらないって分かってんだったら、うん、当たらないまま打っちゃえばいい。うん、例えばじゃあ250がフェアウェイ真ん中だとする、うんうん、で当たらないってどういうことですかって言ったら、いやフェース開いちゃってスライスするからっつる、うん、で要は振り遅れてんだよね、うん、振り遅れて戻せてないわけよ、うん、だから振り遅れて戻せてないのを当たり前のようにやってくださいって言ったの、うん、フェアウェイど真ん中行ったのすごいでしょ。どういうことなの。じゃあ250に振り遅れて間に合わないよ、うんうん、間に合わないのね。250に打つんだからね。うん、うん、本当だ。ドンピシャでしょ、うん、ドンピシャ真ん中でしょ、うん、250、うん、そう、あれ打ってもらった。え、でも今の間に合ってないの。間に合ってないよ。振り遅れてる。振り遅れて開いてるよ。それ分かった前提で無理してないじゃない。間に合わせようとしてないんだから、あれをうまく使ってあげてくださいって言ったら朝一。え、じゃあそれが分かってるからちょっと左向いてるってこと。そう、ちょっと左向いてザ・ロンドのドを向いて、うん、ドのちょっと左か、うん、うんかドぐらい向いて、そっから振り遅れて開いただけ。そっか、どうせ右に行くんだからその分左向いてりゃ狙って。そうそれをうまく使ってあげてだって自分でどうせ間に合わないって言っちゃってんだよ。だからそんな答えがはっきり分かってるんだったらその答えを使おうと。番手は一緒だけど、うん、もう刻みみたいなもんよ。絶対右行くんだったら左向けば真ん中行くんだもんね。そう、だって絶対間に合わないんだから体が準備できてないんだから、スタート40分前30分前に来て、うん、間に合うわけがないんだから、うん、もうだってもうスタートに間に合ってないんだからほぼ準備が焦っちゃってんだから。そしたらそのうまくこうやって振り遅れて、うん、フェース開かして、うん、多少開いてもいいやと言って、うん、楽にブワーって、はい、やっぱ振り遅れた真ん中でしたねっていうショットを打ってあげてくださいって、その人も今みたいに真ん中行ったの楽でしょって。だからそういう、なんだろう、考え方ができないとゴルフってなかなか進歩しないの、うんうん、あれをね一生懸命戻そうとしてましたっていう、うん、そうだよね、ワンナップゴルフは戻せ戻せって言うから、あ、うん、時と場合によりますよ。戻せないって分かってるんだったら戻せないままやりましょう。あれを好むか好まないか。あとはね、そう、うん、あれを一ホールごとにちょっとずつまっすぐにね、うん、していくっていう調整をするの、はい、ああ、その練習をやってもらう。なるほどね。そうしたら後半距離も伸びてきたし、はい、そう、ちゃんと触れてきた時に初めてじゃあバチンと真ん中に打ちましょう、うん、そう、何も朝一ね、正直に真ん中にバチッとストレート打つ必要はないですって言った。やれるんだったらやってくださいって言った。だって、ゼロが一番難しいんだから。うん。うん、だから、それをもちろんやることは悪いことじゃないですけど、うん、もう朝一自信がないんだったら自信満々の振り遅れてくださいって言って。それをやりましょう。それをやってあげた。そういうことか。そう。そういうのをうまく使ってあげる。うん、だからそういう優しく考えること、言い方悪いとせこく考えることもすごく大事だし、うん、ただそれが結果としてうまくいくんだったら絶対かわいい、やり方なんかスコアカードに書かないから、うん、そう、そういう手段もありますよと。なんなら刻むこと自体がせこいからね、なんでもいいんですよそんなの、うん、それをうまく使うかどうかなんで、ぜひその刻む方法について考えたりとかですね、あとは番手もそうですけども、その確率として本当にドライバー以外の方が良かったのかどうかっていうのも大事になってくるんで、もう一度その刻みに対して考え直すっていうか、うん、まあもう一度考えてもいいですよね。いろいろしっかりと答えを出してから刻んでみてください。はい。で今回はですね、あ、ちょっと待って、一個さ、はい、答えっていうかさ、はい、この前ラウンド取ったじゃん。うん、その時にさ、うん、YouTube には上げてないけど、4U やったやつあるじゃん。結局ね、4U6 番やんだったの。あ、だったっけ？飛びすぎてて。4U が。4U 計算だったよね。4U 計算だった。400だったからさ。それやった時にさ、うん、思ったんだけど、その、刻む時も、うん、なんであれ 4U 選んだかっていうと、うん、刻むんだったらあそこに打ちたいから 4U だよねで選んでんだよね。だからなんていうの、自分が当たるクラブに落としてるわけじゃないっていうか、そう、打ちたいところがあって結局そう、あそこの一番広いところに落とした方が優しいから、その距離が 4U の距離だったから、うん、たまたま 4U だったっていう。フェアウェイキープ率を上げるために、あの、当たるクラブにしたんじゃなくて、うん、距離ね。そうだよね。そう、それだけで選んでるから。そう、だから結局なんか当たんないから、うん、
フェアウェイ行かないからじゃなくて。そう、そう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 。変わらないんだよね、別に。そう、だからそうなんだよね。ただ、自信がないからドライバーやめる。っていうことじゃないってこと。じゃないことじゃん。うん。結局余裕もうまく打てなかったらそこに行かないんだもんね。そう。で、結局これうまく打てないんだったら、ほとんど多分これも変わらないから。そうなんだよね。結果。そう。で、そう、登録に言ったように、たまたま広い安全なエリアが200ヤード近辺だったから、そう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 、ね、そう4遊持った。そう だから登録に刻んでって言ったら、はい、3遊で刻みますってわけじゃない。そうなんだよね。ね、うん、刻むのは何番じゃないんだよね。だから多分聞いたんだよね。そのドライバーで打つのとさ、4遊で打つのさ、変わんのって多分歩きながら聞いてた気がするんだよね。だから4遊が難しそうだから。なるほど、なるほど、なるほど。そう。そしたら変わんないって多分言ってたと思うんだよね。ちなみにドライバーでそのそっち側に打つのと今4遊でここに打つのでどっちが確率高いの？確実なの？平井くんはドライバーの方が確実だった？まさか。いや変わんないかな。同じくない？同じ同じ同じ。あ、じゃあ別になんかこれドライバー使わないチャレンジやってるけどあんま意味ないんだ。意味ない意味ない。あの変わんないから。変わんないんだ。変わんない。なんだ、例えばね、ドライバー嫌だからスプーン持つ人っているのよ。ティーショット、うん。クリーク持つ人いるのよ、うん。本当に何パーセント違うのって話よ。本当にじゃあドライバー持たないかったら、うん、ヘアウェイ絶対キープできんのって話。うーん、俺できないと思うのね、うん。だったらドライバーで打っちゃった方がいいじゃんって。って池田裕太に言われたことある。裕太に言われたな。言われたんだ。アメリカの時。変わらない、変わらないな。だけど俺がドライバー使わないでって言うからさ、うん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 、やってくれたけど、うん、そう、これとこれと、うん、結局何番で打っても確率は多分一緒だと思う。そうだよね。なんなら同じスイングで当たるクラブセッティングしてるからっていうのもあるし、うん、その難易度で決めてないから、あ、全部優しいと思ってるものを使ってるだけだから、うん、変わらない。あとはどこに打ちたいかでクラブ変えてるだけってこと、ね、そう。そうで、ドライバー使わないでって言われたからじゃあって選んでるんだ。じゃあその一番広いゾーンが210付近、うん、200とか210だったからじゃあ4遊になるねっていう、うん、そうだよ、ね、選び方、うん、だから刻む時はそういう考え方ってことよね。そうってことは刻まなくていいよね。そうでしょ。そうじゃあそれだから池が横断か、バンカーが横断してんだったら、うん、ダメじゃない、うん、入っちゃうから。あ、入っちゃう。だけどさ、縦距離だったら、うん、自分のミスじゃん、コントロール。そうだね。そう。それは何で言っても変わらない。あ、ドライバーで打ったって、うん、そう、だってナイスショット打ってきてるでしょっていう、それは番手のせいじゃないから、うん、だからちゃんとその刻み方を分かってくると、確率の問題になるんで、確率の問題だけで言ったら、本当にドライバー多少短く持って、うん、こう、スピード安定させて、こう、シャコってこうやって振った方が、よっぽど確率はこう高いと思うんで、あまり無理して、だってどっちみち3番ウッド5番ウッドユーティリティ持ったって振るんでしょ。それでさ、例えば短いクラブ持って、うん、こうやって短くねショートスイングでなんかこう再考するんだったらわかるけど、でもちゃんとした距離打ちたいわけじゃない、うん、で振るんだったら多分変わらないこれと、うん、俺はああいうのやらないから当たんないけど、まあ変わんないんで、ぜひその番手なんかはなるべくドライバーを優先して考えていただいた方がいいと思いますね。はい、では今回刻む動画以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。